ホーマ SH902i は、シャープによって開発された、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。902i シリーズでは、D902i、F902i、N902i、P902i に次いで5番目に発売された。外部メモリーは、ミニスドカード対応である。カメラ性能は、CCD316 万画素。テレビ電話用のサブカメラは、 CMOS 約11万画素。SD オーディオと HEAC に対応。s h 9 0 1イチーズに続き、回転に軸品字方式を採用した。後継機の s h 9 0 2イチーズには引き継がれなかった。液晶は s h 9 0 1イチーズに引き続き、2.4インチの格子野角なモバイル ASV 液晶を搭載。ドルチェに引き続き、 覗き見防止の視野角切り替え機能に対応している。フルブラウザ、ボイスレコーダー機能を搭載。シンビアン OS で動作している。この端末のボタンは、黄緑色に光る。i アプリは、G ガイド番組表リモコン、みんなのゴルフモバイルに 4SH、電子マネーエディをプリインストール。900に i シリーズの共通機能として、プッシュトーク、トルカ、i チャンネル等がある。 GFK ジャパンの調査では2006年の上半期で最も売れた機種である。2006年8月4日放送の探偵ナイトスクープにてカメラシャッター音の撮ったのかよの声が AI アにも聞こえるとして検証のためこの機種が登場した。なおシャッター音が撮ったのかよ AI ア両方聞こえる人いずれか 片方にしか聞こえない人など人によってばらつきがあることも判明し大きな反響を呼んだ。これは2006年度のナイトスクープアカデミー賞のサイエンス部門で最優秀賞を受賞した。ありがとうございます。